博士、テープが入ってるわ。とにかく聞いてみましょう。これはフランクリン・ワッツワース・エマソンによる秘密実験の記録。まだの名はパペットマスター。まあ、実在するの。1日目、喜び抽出プロセスはうまく成功した。1つ目の人形に命を吹き込むことができそうだ。この惨めで空っぽの怪物たちはプロセスの副産物、シャドウと名付け、7日目、シャドウと私の考えは食い違っているようだ。このモンスターは私の大切な人形とは程遠い。13日目、私は直ちに全ての実験を中断することにした。シャドウが私を探し回っている。頼む、やめてくれ、やめなければ。盗んだ喜びで人形に命を、そんなことで悲しみは癒せないのに。私の喜びを盗まなくて正解だったわ。ただの惨めなピエロだもん。Oh, I got it.
ね。